池形が最も得意とするバタフライ。日本選手権で入賞経験がある選手と比べてみる。一見違いは見当たらない。 しかし、水をかく腕の周りをよく見ると、池の方が泡の量が少ないことがわかる。 腕と水の間の泡が少ないほど、各力が泡に邪魔されず、直接水に伝わるため、より大きな推進力を生み出すことができる。ではなぜ、池形の腕の周りには泡が少ないのか。一瞬の動きに、秘密があった。 入水の直後、わずかに腕を外側に開いている。肩甲骨の柔らかさを活かし、今は水の中に腕を潜り込ませている。こうすることで泡の発生を極力抑えているのだ。 自らの肉体の特徴を最大限に生かした繊細な技術。